高校時代、周りからオタクンとバカにされていた俺は、とある家庭教師の先生と出会った。見た目は清楚な女子大生だが、その本性は全くと言っていいほど無楽だ。猫かぶりというか羊の皮というか、とにかく何枚の化けの皮をかぶっているのやら。そんな先生だが、実はもう一つの顔がある。この世とあの世の狭間にある境界線。その境界線を踏み越えた先にある、怪奇な世界。そんな怪奇な世界を、先生はまるで散歩でもするかのように、暗闇の中、聞きとした瞳で歩んでいく。そう、これこそが先生の本当の姿だ。そしてこれから話すことは、日常と、非日常に彩られた、先生と俺が体験した、怪奇の一つ。暑い。それにしても暑い。冷房のリモコンを手に取り設定温度を上げつつ、部屋の時計をちらりと見る。時刻は午後4時。日も沈みかけ、外ではせわしなく鳴き続けるセミたちに混ざり、日暮らしの甲高い。というものがなしい鳴き声が響いていた。家庭教師の先生が午後1時に来てから早3時間、が、肝心な先生は来て早々。自習してろ。の一言で、俺を部屋に閉じ込め、自分は一人家の中を何やら調べ回っている様子。しかもこれが一度ではない、もうかれこれ3日は続いている。俺の家庭教師として雇われた身なのだから、ちゃんと給金分は働いてほしいものだが、先生のこの奇怪な行動には、一応訳があった。きっかけは、俺が4日前にこの家で体験した話を先生にしたことが、ことの始まりである。以下、4日前の話。俺は深夜トイレに行こうと目を覚ました。前にも話したことがあったと思うが、俺の住んでる家は、母方の祖父が用意してくれたもので、もともとは失踪した祖父の弟さんが所持していた家だそうだ。何分古い日本家屋なので、俺と母親が住みやすいようにところどころリフォームはされているものの、伝統的な武家屋敷のような作りの家は、その静けさも相まって不気味に見えるものだ。しかも先生曰く、この家は何かと訳ありで面白いとのこと。つまりは幽霊好きの先生から太鼓判を押してもらったようなもの。そんな家に一人暮らす俺の身にもなってほしいものだ。悪態をつきつつ、俺は早々と用を足しトイレを出た。月明かりに照らされた、薄暗い廊下を歩く。と歩くたびに乾いた木がきしむ嫌な音が、静寂に包まれた家内に響く。突然何かが割れるような音がした。やなりというやつか、思わずびくりと首がすくんでしまう。反射的に近くにあった柱を掴んだ。すると、何やら指にかすかな感触があった。最初はただの柱についた切り傷かと思ったが、よくよく触ってみると、それは規則的な形の傷をしており、何やら柱に刻まれた文字のようなものだということに気がついた。気になった俺は廊下の明かりをつけ、再度その柱をよく見てみることにした。この柱は、もともと1階の居間に通じる入り口の柱だったのだが、そこにあった襖を先週俺が誤って破ってしまい、以来襖を取り外した場所でもあった。そのせいで、今まで柱に文字が刻まれていたことに、気がつかなかったのかもしれない。顔を柱に近づけ、文字らしきものを確認しようと目を凝らす。何分古い柱で色も劣化しているため、字が読みにくい。が、かろうじて読める部分があった。服。カタカナだ。服と書いてある。服、服があるように、とか、安直な考えだ。いや、名前か。が、うちの親戚や先祖に服なんていう名前は聞いたことがない。なんだろう、そう思案していた時だった。電気が消えた。おい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 、思わず身をすくめあたりを急ぎ見渡す。停電か？すぐにそう思い直し、配電盤のある場所へ向かおうとしたその時、掴んでいた柱が、まるで氷柱のような冷たさに変わった。わ。思わずその場から退いた、が、手だけが、まるで瞬間接着剤で固められたかのようにびくとも動かない。そして次の瞬間、俺は柱の影に見てはいけないものを見てしまった。いつの間に、本当にいつの間にかだった。柱に寄り添うように、背中をべったりとくっつけた、着物を着た女性の後ろ姿が、俺のすぐ目の前にあったのだ。あ、ああ。口が回らない。叫び声を上げようにも、それすらもできない。金縛り？血が凍りそうなほどの悪感が襲ってくる。瞬間、視界が歪んだ。同時に、
突然頭の中にわけのわからない映像が浮かぶ。なんだこれ。激しい流水音。すくい上げられ舞い上がる泥水。これは、水の中？うぐ？喉が詰まるような感覚、息ができない。苦しい。助け。全身から力が抜け落ち、意識が遠のいていく、深い、闇の底に。ここで俺の意識は途絶えた。気がつくと、俺は今の柱にもたれるようにして倒れていた。どうやら朝方まで気を失っていたらしい。以上、4日前、俺が家で体験したすべてだ。先生に相談したものの、まさかこんな扱いを受ける羽目になるとは、思ってもみなかった。さてどうしたものか、今日もこのまま日が暮れていくのか。シャーペンを指先の上でくるくると回しながら、窓の外で沈みゆく夕日を眺めていた、その時だ。と、襖を激しく叩きつける音が部屋の中に響いた。すぐに後ろを振り返る。思わず手からシャーペンがこぼれ落ちた。終わったぞ、ついてこい。先生だ。入り口で腕組みしそれだけを言うと、今しがた登ってきたであろう階段を降りていった。え？終わったって、ちょっ待ってくださいよ先生。突然現れて何言い出すんだこの人は。俺は仕方なく立ち上がると、急いで先生の後を追った。一階に降りると、先生が九段の柱のそばにいた。正直あそこにはあまり近づきたくない。トイレだって、わざわざ部屋から少し離れた来客用のトイレを使っている。が、先生は俺に気づくと無言のままこちらを見た。行かないとだよな。俺は肩を落としながら先生の元へ向かった。それで、何が、終わったんですか？いやいやそうに俺がそう聞くと、先生は何も言わずに柱の一部を顎で刺した。うん？先生の指し示す場所に目をやると、そこには、ああ、柱が削られてる？なんてことするんですか？そう、柱の表面の一部が、何か刃物のようなもので削られていた。この人は器物破損という言葉を知っているのか？仕方ないだろ、お前のためにやったんだぞ。俺のため？器物破損が？4日前、お前が死にそうな目にあっただろ？4日前、俺が気を失ったことか？死にそうにって、確かに気を失いはしましたけど、第一なんで削らないといけないんですか？俺が聞くと、先生は少し険しい顔になった。そしてその瞳には、どこか怪しい光も灯っている。こんな時の先生はやばい。何かある。俺の中にある危険を知らせるアラートが、ドクンドクン、と大きな音を立て始める。柱に名前が書いてあっただろう。あれはな、名前だ。名前？確か不。言いかけた瞬間、俺の口は先生の手によって乱暴に塞がれていた。先生の手を払いのけ、抗議しようと口を開こうとした瞬間。名前を口に出すな、また死にそうな目に遭いたいのか？冷たくそう言い放つ先生、俺は気をされるようにして黙ったままその場を後ずさった。その時だった。今の奥にも、名前が書いてあった柱と同じ削り跡が見えた。いや、よく見るとそこだけじゃない、他の柱にもあった。周りを急いで見渡す。廊下側、階段下、台所へと通じる通路、柱という柱に、同じような削り跡を見つけた。何なんですか一体、他の柱にも、名前があったんですか？俺がそう言うと、先生はその質問に答えるわけでもなく、柱を撫でるような仕草をしたかと思うと、独り言のように口を開いた。北海道の鉄道に、大正3年、縄文トンネルが開通した。が、その後昭和43年に十勝沖地震が起き、縄文トンネルの壁面が損傷してしまった。当時の技術だからな、修復に2年くらいかかったそうだ。北海道？縄文トンネル？一体何の話だ？そう思いつつも、俺は疑問をぶつけることはできなかった。先生の瞳が、引きとした妖艶な光をまとっていたからだ。その光に吸い込まれるように、俺は先生の話に再度耳を傾けた。改修工事を進めていた際、ある出来事があり、現場は騒然としたそうだ。壁面の中から、立ったままの姿勢の人骨が発見されたそうだ。人骨？思わずわめく俺に、先生は軽くうなずいて話を続けた。その後、出入り口付近からも、大量の人骨が発見されたそうだ。関係者の証言によると、
当時タコ部屋労働者という、劣悪な環境下で働かされていた人たちがいてな、まあ中には服役中の犯罪者なんかもいたそうだが、そんな連中をトンネル工事で働かせていたそうだ。当時は重機なんかもなかった時代だ。工事は難航を極め、死者も多く出たらしい。そんな中働く労働者は本当に大変だったろうな。中には身寄りもなく、北海道という厳しい環境下の中で、もはや風前の灯火といった死に際の労働者もいたそうでな、そんな人たちを、人柱として生き埋めにしたんじゃないかと、言われている。人柱？人柱ってあの？にわかには信じがたい話に、思わず反応してしまった。人柱、人見悟空とも呼ばれているあれか？災害なんかに神に祈願する目的で、その土地に近しいものを生贄とし、生きたまま土に埋めたり、木に縛り付け水に沈めたり、水に？そこまで考え、俺はふと思考停止してしまった。再び動き出す頭の中を、ゆっくりと整理する。足元から這い上がってくるような悪感が、俺の全身を舐めるように襲う。泡立つような鳥肌を感じ、俺の体は、無意識に震えていた。4日前、頭の中に浮かんだ映像は、水の中。あれは、この柱に縛り付けられた女の見た、最後の光景だったのか？愕然とする俺をよそに、先生は腰まである長い黒髪をかき上げ、歩き出した。そしてゆっくりと、削られた柱を見て回る。悲しそうに、哀れみをかけるような目で、一つ一つの柱に、寄り添うようにしながら。ここにある家の柱すべてが、人柱に使われた木を利用したもの。もう何も言えなくなっていた。なぜ、一体なぜ人はこんなにもひどいことができるのか。以前、先生と行った廃ホテルでも、同じようなむごたらしい事件があった。でも、これはそれとはどこか違う。古い習慣、しきたり、いや違う。人間の、根本にある残虐性。神のため、人のためと言いながら、人はやめる。矛盾だらけだ。そんなこと、絶対に許されるべきではないはずだ。怒りがこみ上げてくる衝動に、俺は恐怖を忘れ歯ぎしりした。お前のじいさん、いや、その弟さんか。一体何の目的で、こんな木で柱を作ったんだ。というより、どうやってこんな木を集めた？そしてこの家で、一体何をしようとしていたんだ？冷たく言い放つ先生に言われ、俺は何も答えられなかった。怒りのせいではない。ふと、見上げた視線の先に、何か文字らしきものを見つけたからだ。それは、今の奥、開け放たれた襖の奥にある、仏壇のある部屋。ご本尊が祀られている横にある、大きな柱の横面に、それはあった。体が自然と動き、俺はその柱に吸い寄せられるようにして向かった。おい、どうし。おいやめろ、それはまだ削ってないんだ。おい、見るな。先生の怒鳴るような声が後ろから聞こえた。が、俺は止まらなかった。いや、自分では止められなかった。柱に触れ、刻まれた文字に目をやる。〇〇。ふと、書かれている名前を口にする。それは、俺の名字だった。